大池、中池、小池だよ。皆さんこんにちは、小池里奈です。今日は前も言ったんですけど、栃木県足利にあるフラワーパークにまたまた行ってきました。ちょっとクリスマス仕様になってたので、またリポートしたいと思います。皆さんどんなクリスマス過ごされましたか？私はお家でチキンをデリバリーして一人で食べました。富士、すごい綺麗。あ、なんかせっかく富士の中通ってんのに電気消えてる。広すぎてカメラマンさんたちとはぐれちゃいました。こっちだそうです。本当に綺麗ですよね。これが前回もお見せした、消えちゃった、富士とこういう風になってて、お花も綺麗になってる。あっちにも富士が。クリスマスツリー、クリスマスツリーです。いや、ほんと綺麗。ここ富士の橋があるんです。富士の橋があって、ここがちょっと短め富士ゾーンです。これどうぞ。短め富士ゾーン、綺麗ですよね。こんな感じで、なんかすごい何個も富士ゾーンがあって、さっきのところが多分一番長い富士で、ここが短いタイプの富士で、あとカラフルなレインボー富士みたいなのあるんですよ。わあ、もう奥が可愛い。奥めっちゃ可愛い。絶対レベルアップしてるんですけど、私先月来たんですけど、絶対レベルアップしてる。すごいな。だってこっちもすごくないですか。こんな感じでどうですか？で、ここのイルミネーションって増えました？毎年少しずつ増やして、少しずつ増やしてるんですね。少しになられて、はい、なんか栃木県の、はい、パンフレットやらせていただいてて、毎年来させていただいてます。ちょこ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 変えてるんで。いやー、すごーい。ね、本当にいなくなっちゃった、みんな。クリスマス仕様、スノーハウス。あ、サンタさんいる。サンタさん、はい、すいません。めっちゃ若いサンタさんいらっしゃった。
クリスマスツリー。あれ、え、あ、え、どいなくなっ、え、どこですか。あ、あっちですか。え、またまた富士です。本当にここ広くて、毎回、今回はテレビの撮影だったんですけど、パンフレットの時もみんなで迷子になって、あれどこ行ったどこ行ったってやってます。みんな見入っちゃうんですよね。本当にどこも綺麗で、本当に素敵なんです。お世辞抜きに綺麗、はあ、本当に綺麗。奥行きがすごいですもんね。もう、あ、なんか動画よりもやっぱ実際に行った方が綺麗ですね。空気が澄んでてめちゃくちゃ綺麗だったです。日本語かし。めちゃくちゃ綺麗です。綺麗でした。あの前でこう手を組んで 歩ってる方がスタッフさんで、あの一緒に迷子になりました。これってプログラミングだけ変えたら変わる感じなんですか。はい、へえ、はい。全部一個一個動いてるのを全部打ち込んでいくんです。わ、大変。それも皆さんでやられてるんです。ええー、すごい。どれぐらいだったら大丈夫ですか。さっきより大丈夫です。だいぶ小さい。柔らかく本当だ。はい、ということで今回の動画は足利フラワーパークの全貌でした。なんか前回あまりたくさん紹介できなかったので、今回はたくさん紹介できたのかなと思います。はい、もうすぐ今年も終わりですが、皆さん暖かくして過ごしてください。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、小池里奈でした。バイバーイ。